曲はですね、どうでしょう、もうちょっとだけ上上げてみます。はい、あ、バッチリです、ありがとうございます。いや、この曲はちょうど1年半ほど前にですね、京都の永山陽子さんがね、京都にコンサートをしに来られたんですよ。で、その時に生のこの永山陽子さんが弾いていらっしゃった三味線にね、一目惚れしちゃったんです。で、買ったんです。でもね、買ったんですけど弾けなかったんですよ。どうやって糸の張り方も分かんなくてね、どうしようと思ったんですけど、で DVD とかね、本とか見て勉強して、で、まあ糸は張れたんですよ。でもどの音がどうなのかが全く分かんなくて、で、永山陽子さんの映像を集めて、で、どこの指を押さえてるのかなとか、で、あとは、まあ、映像でね、映ってない部分もありますから、あとは耳で、この音だったらちょっと合うかなとか、自分なりにアレンジして、完成させた一曲でございます。いや、自分で言うのも何なんですけども、かっこいいんです。ぜひ聴いてください。それでは、私の18番の曲です。長山陽子さんのジョンカラ女節。